はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。 G ジェネレーションジェネシスでは続きをやっていきたいと思います。じゃあステージが終わったところになりますので、一旦また編成を見てみましょう。っていうか1回ごと編成とか全部見てから終わらせようかな。次からは捕獲機体がありますので、ザクワンしかいないね。まあ、一応2体確保しておくか。最後のザク2、やっぱり捕獲をしないと手元には入らないですね。なんで敵を残しておかないとちょっと無駄になっちゃいましたね。グループ編成でフェニックスのゼロが3レベルになってるので、ちょっと開発を見てみましょう。開発レベル2以上にアップさせた、ユニットを開発しますと。基本的にはレベル2の段階では性能の低いユニットに開発されます。レベル3以上にアップさせることで現在のユニットよりも性能の高いユニットに開発していくことができますと。フェニックスゼロは前身が、前がトルネードガンダムなんで、まあ、トルネードガンダムが、レベル2で作れるようになりますと。でレベル4か、多分これフェニックスガンダムですね。なんでもう1レベル上げないとダメか。であとザニーですね。ザニーも3になったんで、開発を見てみましょう。あ、ザック2がいるね。あとこっちジムか。やっぱりジムにはなったね。じゃあジムにしよっかな。ジム。攻撃力110、防御力110、機動力100、移動5。これどうなの？あ、比べられるか。あ、全然強いね。機動力がめっちゃ上がるね。84から100か。よし、じゃあジム作ろうっと。生産リストに登録されました。よーし。で、グループ2つ欲しいからね。そうすると、オプションパーツで、なんか1個増やせますみたいなのがあったと思うんですけど、あれ持ってねえな。あれ？手に入れなかったっけ？オプションパーツ。購入？バニアは移動力1。ブースター移動力1、取り持ちランチャー、あ、これか。なるほどね、買えるようになったのか。もらったわけじゃないんだな。増設さんが7万円か、欲しいな。やっぱりね、2チーム欲しいですよね。あー、そうするとな、7万円貯めるか。でトルネードガンダムちょっと2体はいらないかな。まあ、本当はザクワンよりはトルネードガンダムの方が全然強いんだけど、ちょっとザクワンを入れましょう。で、ザクワンは開発で、あ、ザク2でしょ？これ何？で、ここら辺はザクのバリエーションかな？ 3、4。まあ、アクトザクとか、なんかそういうのがありますからね。まあ、とりあえずはザクワンから鍛えていくか。まあ、支援とかをうまく使ってレベルを上げていきましょう。とりあえず編成的にはこれでいいかな。だから2チームあれば、もう1チームをね、マークギルダーとかそこら辺入れたいんですけど。でやることといえばメインステージでいいかな。どうしようかな。ガルマ出撃数にするか、ファーストから順々に進めていってもいいんですけど、多分ね、どんどん難易度がね、ファーストはファーストの中で上がってきそうな感じがするんで、まあ、どっちかっていうと多分 MS イグルーの方が簡単そうではあるんですよね。0079の1月ですからね、多分ファーストより早いっすよね。0079の9月ですから、これ。話的にはこれが一番早いんだけどな。どうしようかな。まあ、ちょっと、ガルマ出撃数やってみますか。これ、難易度みたいなのは見れないよね。一応、まあ、このハードとかじゃなくて、そもそもこのステージがどれくらい難しいかみたいな。地上か。ザクワンって地上で使えたっけ、そもそも。まあ、いいや。とりあえずガルマ出撃数。まあ、今回はこれをやっていきます。じゃあ、ノーマルでいきましょう。正規の軍人を失ったホワイトベースは南米ジャブローの連邦軍本部へ向かうため、地球軌道上へと進路を取る。しかし降下姿勢に入ったホワイトベースにジオンの赤い彗星シャア・アズナブルは強襲をかけ、軌道上の戦いは熾烈を極めるのだった。今度こそシャアの動きに追いついてみせる。連邦のモビルスーツは化け物か。
シャアの猛攻を辛くも退け、大気圏を突破したのもつかの間、ホワイトベースにその雄大な大地を見る余裕はなかった。軌道上の戦いによりホワイトベースの突入角は大きく変えられ、ようやく降り立ったのは地球方面軍司令官ガルマザビの支配するジオンの勢力圏内だったのである。さすがですな、シャア少佐。大気圏で敵を撃ち漏らしても、敵の侵入角度を変えさせて我が軍の制圧下の大陸に引き寄せる二段構えの作戦でしたか。戦いは非常さ。そのくらいのことは考えてある。無線が回復したら大陸のガルマ大佐を呼び出せ。はあ。敵地で孤立したホワイトベースに残された道はただ一つ、目の前の敵を突破し生き残ることのみである。大気圏突入のシーンのガンダムもかっこよかったっすね。やっぱ書き下ろされたのはいいですよね。まあ、ちょっと申し訳ないけど、当時の絵だとね、ちょっと古臭さが残ってて、まあ、それもまた味が出ていいんですけど。リードとか誰だっけ？お、ジョブジョンだ。ドップとかがね、中心になってくると空中での戦闘になりそうだからな。今のうちの編成で大丈夫なのか。こういう暗号文って実際に傍受しようとするとどうなんだろうね。うわー、これ空中だな。ガウ攻撃空母がいる。あ、シャア少佐か。まだこの時はカン学校時代とか知らないからね。ここも G オリジンを見れば、まあ、ある程度わかるようになるのかな。まあ、完全に同じじゃないみたいですからね、オリジンの方も。V 作戦の V って何？ビクトリーのことかね。これでジオンに勝つぞみたいな。笑うなよ、兵が見ている。まあ、こういうところのねセリフは覚えてますけど、いやこれマジで空中戦だぞ。最悪出撃できない可能性があるな。リードって階級何？注意か。
この中で一番偉いのって階級どれくらいなの？リード注意かね。あ、高度下げたな。よし、これで地上戦になるな。ガンダムもね、早めに取っておきたいんだけど、いかんせんゲットゲージが全然たまらなかったからね。まあ、とりあえず今はフェニックスゼロをフェニックスにして、あとはジムを鍛えていきましょう。まあこの時のね、アムロはナーバスですからね。まあ確かにこの時の技術革新すごいっすよね。ガンダム作って、でちょっとしたらもうアレックスができてますからねそんなに簡単に開発できるもんなのっていうのがありますけど、ドップか。やっぱりあとは地上から空中の敵を狙った時に命中率が下がるかどうかっていうところっすね。これはマゼラトップだから、マゼラアタックだっけ、どっちだっけどうせ倒すと分離するんでしょうっていう。いや、どういうこと、確かに分からん。あ、そうなの？さすがだな、シャアは。ガルマ、これだけ見ると完全にピエロだな。お、そうか、ガンタンクとガンキャノンも出れるか。ガンダムのゲットゲージはね、結構大変そうだから、ガンキャノンとかの方が、まあ、早そうといえば早そうですよね。ちょっと今回どっちかに狙いを定めてみるか。まあ、ただパイロットがね、弱いとそもそも倒しづらいっていうのもあったりするんで。まあ、とりあえずガンキャノンが出て、コアファイターが出て、ガンタンクと、ふんふんふん。まあ確かに戦艦はね、でかいっすからね、マス目が。え、上に出るの？ここか、ちょっと
あーいるね。これ多分全部下に下ろさないと無理だな。死刑テキストが合わないとか知ってるよ。とりあえずもうこれ即下に降ります。いやそうしないと無理でしょう。イベント条件、ガルマを撃破、5ターン以内にガルマを撃破。厳しいな、戦力的に厳しいな。マップの切り替えと。空中ではねさすがにね戦えないんで、一回加工して、でそうすると動けないから、これ5ターンは無理でしょう。あんまりタコ殴りにもなされたくねえしな。ちょっとずつ進むか、少し、ガンキャノンとガンタンクを近づけて、あ基本的にねこういうのは迎え撃つ方向の方がいいんで。そうか、サブフライトがあるか。1個土台しか使えないね。だってこれあれだもんね、宇宙用だもん。サブフライトを、あこういうところに出せんのね。先にサブフライト出してそれに乗っける感じだよね。フェニックスだよって飛んでんだっけ。飛んでるな。一応マスターユニットだからここら辺に置いとくか。届かないな。移動後に攻撃できるっていうのがね。ジム乗っけようかな。じゃあトルネードガンダムも飛んでんだっけ。あ飛んでるね。地形適正みたいなのあったっけこのゲーム。スパロボだと地形適性が合わないところにいるとすげえ能力下がるからね。まあ、登場させよう。おいいね、かっこいい。あーあるね、 BBB ってことは大丈夫だな。最初のターンはこれでいこう。うわー狙ってきた。これ細かい武器とか性能見れないのかな。何ヒットするとか。どうしよう、メガビームキャノンでいくか。攻撃力こっちの方が高いしね。命中率も乗ってないのかな。マゼラアタック、はい一発で倒せるな。脱出、おもうユニットレベルアップした。あれ150もあるんだ、フェニックスゼロってめっちゃ強えな。エネルギー上げてこう。じゃあホワイトベースか。これはミサイルでいいかな。おっきり倒せないってことは、やっぱりこいつらにも頑張ってもらわないとね。 60% 僕だってモビルスーツの操縦くらい。2300かわされた。敵多いな。こいつは全員降りてくるんでしょう。いやマジかこれめっちゃきついぞ。5ターン無理だわ。とりあえず下に降りよう。これであれか。ガンキャノンってビームライフか。とりあえずビームライフルでこいつを狙って一応支援できるんだ。いやーでもな、ゲットゲージ的には支援ない方がいいと思うんだけどね。 75% この野郎、俺だって俺だって。おほほ、ほんとかっこいいな戦闘への移行シーンが。あーマゼラアタックに分離する、マゼラトップに分離するシーンはないんだねどんくらい溜まった今これ。なんか数値的なもので表記してくれればな、結構助かるんだけどな。何分の何、そうすればね何体倒せばいいっていうのが計算できるんで。あここに乗ってるね。基本命中率80、対空を空中の状態の敵に対して与えるダメージ 30% アップ。そんなのあんだ。ノーアビリティ、パーツは何もつけてませんと。緊急発進、ああセルフチャージ、そっかそういうのもあったね。そういえば
さて、ではではではマゼラトップを倒していきましょう。2800、多分ビームサーベルで一発でいけると思うんだけどな。俺の考えは甘いかな。サクッと、いいね。うちのジム君、ジム君のレベルを上げたい。ビームスプレーガン、倒せんのこれ。4000、あ、敵自体はやっぱ弱いか。で、やっぱちょっとずつ進んでいこう。ちょっとずつ、戦艦のね、機動力がね、やっぱ遅いからね、戦艦に合わせて基本的に動いていきたいから。下は一応ガンキャノンで攻撃を支援、どうしようかな、いいか、入れて、でジムで倒そう。74%、微妙な感じだね。よし、ユニットレベルアップ。さて、攻撃力を上げていくか。まあ、基本的にはね、エネルギーとか上げてもいいんだけど、攻撃力上げて、要は一発で倒せる攻撃力があれば、まあ、問題ないっちゃ問題ないんで。テンションアップ。じゃあちょっと休ませよう。もうこまめに回復させないといけないからね、スパロボと違って。やっぱ GG にはね、スパロボ感覚でいくと、ちょっと、まずいっていうシーンもあったりするんで。特にね、何でもかんでもね、エネルギーを使うんですよね。攻撃するのに。スパロボはタダで使える武器とかあるじゃないですか。支援反撃しよう。誰？あ、戦艦か。で、OK。2300。まあ、マゼロトップになれば一発で倒せる。てか、すっげえな、範囲。さすがに、広い。ジムは無理でしょう。58% が 46%。全然落ちないよな。防御した方が、まあ、安定ではある。下からも来るか。あと、ドップがどれくらい強いかだよね。ドップ、7200万の。マジで、まあ、回復してくれたけど5500。いや厳しいぞ、これは本当に厳しいぞ。2100食らうか。ギリギリ倒せない。でこいつらが降りてきて、まあ、マスターは回復してくれる。ここに置いて、グループ攻撃しよう。で、倒せるやつは倒す。ロック。1。クスロック。こいつは取っとこう。で、こいつと、3。いや、4体やろう。決定。バトル1。これもしかしたら4人から攻撃食らうとか？こういう時って、自分から進めていかないとダメですよね。あ、おい、指示だけ聞いて通信切るんじゃねえよ。敵を殲滅する、全員攻撃開始。やめておきな、お前さん思想が出てるぜ。これあれか、マスターユニットで攻撃したやつか。臆病くらいがちょうどいい。これビームライフル。さあ皆さん、共に参りましょう。任せて、ついてきて。いっぱいいる。誰が当たったのか全然分かんない。ああ、1人0ダメージだね。ドップ1体倒して、おお、キャラクターレベルアップした。さらにいよいよどんどん強くなっていきなさい。さて、じゃジムを派遣して、ビームサーベルで確実に倒したいけど
ちょっとこういう時にね、やっぱりね、セーブをかけておかないといけないんで、一番最初プレイステーション時代の G ジェネもセーブがねめちゃくちゃ長かったんですよね。多分1分くらいかかったんで、セーブするだけでも。で、基本的に戦力は上に集めよう。上を倒している間に下を叩くと。よし、キャラクターレベルアップ。エリス・クロードちゃん、空中戦闘適用、これってサブフライトシステムでもなるのかな。で、エネルギーをね使い切ったところで下げるのがね、まあ、理想ではあるんですよね。で、これで2体目も倒したでしょ。で、ユニットレベルアップと、そうすると機動力を上げるっていうのも手だよな、今の段階だと。機動力を上げると命中と回避が上がるんで、そうするともうこれで最後なんで、ここで終了すると。で、マスターユニットについてはある程度短期で運用ができるんで、ここでザックを出そう。で、ザックをここに置いてザックマシンガンで攻撃をする。支援はいらないよな、当たってくれれば倒せると思うんで。こっちとらモビルスーツだ。この状況下で一番効果的なのはこれだ。よし、 OK。 まあ、露覚したモビルスーツで戦うっていうのは最初の連邦軍っぽいよね。で、あとこれどうなったっけ。戦艦結構重要だよね。グループ攻撃がかなり役立つ。グループ攻撃できる？入るね。これすげえわ。どうしようかな。まずこいつと複数ロックかけよう、やっぱり。もう頑張ってくれ。ほら。おりゃ。痛い。で、あとは、内漏らしを倒すと。トルネードガンダム。トルネードガンダムって、ビームライフルが結構あれだな。フェニックスガンダムの他に何か変身できたっけ。フェニックスゼロはもう4レベルだからな、基本的には上げなくていいんだけど。メガビンキャノン攻撃力4200、まあ、コスパとしては隊長が誰だっけ、隊長こいつか。ミサイルポット、これ当たんのかな。5000、いいね。で、ちょっと下に派遣する。メガビームライフルじゃなくてメガビームキャノン。支援はいいよ。さて、本当だったらまあガンキャノンとかでも攻撃をしたいけど、反撃を食らわないところがいいな。 55% か。打つだけ打ってみるか。対空7149。ギリ倒せない。竜補正でいけるかな。対空ミサイル、いやー怖ー。ファイターはな、いらんちゃいらんからな。サムラにホワイトベースはやらせんぞ。コアファイターとジムとかでなんか作れるのかな。ガンダムとかね、結構溜まったね。いやーでも全然だな。一応ガンタンクが溜まったんで出しましょう。で、これ攻撃できるのいいな。出てすぐ、これはやっぱ反撃してくるよね。 49% か。50% 切るとやっぱ厳しいな。どうしようかな。メガビームキャノンが一発撃てるけど、万全を期してこっから帰還できる。全然帰還できねえ。足りねえ。
じゃあとりあえずここに行ってビームライフでも打ち込んでおきますか。支援入れよう。こっちのトルネード拡散ビーム砲、はい OK。 基本的にね、 G ジェネはまあ俺つ AK ゲームなんで、まあそこまで鬼畜ではないですね。 G ジェネレーションスピリッツとかがね結構鬼畜だったんですよね。ステージ2からもうすでにきついみたいな。でステージ1をなんかね 5,6 周やってようやく戦力が整ってステージ2に進めるみたいな。あ、てかホワイトベースもゲットゲージあるんだ、欲しいな。戦艦はマジで欲しいからな、まあ、めちゃくちゃ金かかりそうだけど。いや、ハヤトやべえな。これでもゲットゲージ取れるよね。アラート、あれこれ倒されると終わりとかある？このゲスト軍、このドップには一応攻撃を仕掛けておくか。支援反撃も出そう。ビームライフルでいいよね。これで経験値は半分ですかな。よし、ここで集中砲火を浴びないのはでかい。回避で 62% だったら反撃しとくよ。食らった、2500。もう一発食らったらまずいか。ホワイトベース、艦砲射撃、艦砲射撃って何？メガ粒子砲？こんなところでやられるものか。各員は周囲に警戒を。おお、大丈夫か、直撃したぞ今。しました。戦場は遊び場じゃないんだぞ。メガ粒子砲じゃなかった、あれホワイトベースってメガ粒子砲ついてなかったっけ。うわー、ハヤトまずいな。これコアファイター離脱するっけ。ちょっと下げよう、マジで。いや、どうする、一回ホワイトベースで複数ロックをして倒すか。いや危険だな、一応セーブしよう。あと勝敗条件見よう。ビックリマーク表示って誰、どうやって見んの。あー、戦艦だけだよね。あ、よかったよかった。いやでもなかなか辛いといえばなかなか辛いな。本当はね、最初のステージをもう 2,3 周すると多分だいぶ楽にはなるんでしょうけど。帰ろう。ミノスキー粒子散布しよっかな。射撃属性に対する回避率上昇、エネルギー20使うんだ。そしたらグループ攻撃がやっぱりねすげえ魅力的だからね、グループ攻撃を打ちたいっていうのがあるけど、とりあえず戦艦を前に出したいけど、このザクが邪魔だな、全然動けねえわ。段差があるから全然動けない。で、グループ攻撃、こいつ、いやこれはもう一点突破でいこう。ほら1ヒットか。まあでも倒した、よし。ユニットレベルもアップ。フェニックスブルーは基本的にめちゃくちゃ強いんだな。機動力上げてこう。で、フェニックスゼロはもう大丈夫だから、まあ、マスターユニットなんで出していきましょう。メガビームキャノンで下、いいね。てかさ、今何番目？じゃあエネルギー見ていくか。これさ、超一撃になった時ってさ、テンション元に戻るっけ。スーパークリティカルが出ますと、超一撃状態で攻撃を受けた場合はテンションが下降しますと、
ガルマいけるか。今何ターン目、何ターン目とかって分かんない。ユーザー選手ちずちげあ、チャレンジまであと2ターンって書いてあるね。じゃあちょっとセーブばっかりで本当申し訳ないけど、セーブをさせてもらってガルマに攻撃を仕掛けるか。でもこれでさ、ガルマ倒すとさ、なんかイベントが進みそうだよね。まあいいや。いやマスターユニットの無双だよなやっぱり。ガルマ知る、あやべえ見るの忘れた。あーこれだ、ヒストリックモーメント、チャレンジ達成。全く桁が違う、そりゃそうだろう。来るか、シャーズナブル。後ろの方に出てくれるとね助かるんだけど。え、あ、びっくりしたホワイトベースの近くに出るかと思った。あ、これね、アムが戦って、みんなが危ないの。アムのが出てくるか。無理だよ、自分でもどうしようもないんだ。私、アムロが戦ってくれなければとっくに死んでたわ。僕だってそうなんだよ。だけどもう怖いの嫌なんだよ。アムロ、アムロ出撃なんだぞ。貴様なぜ自分の任務を果たそうとしないんだ。戦いが終わったらぐっすり眠れるって保証があるんですか。保証？戦いが終わったってまた戦いに駆り出されるんでしょ。僕は今まで散々戦ってきたんです。もういいじゃないですか。だいたいそういうブライトさんこそなんで戦ってるんです。今はそんな哲学など語っている暇はない。言ったな。そんなにガンダムを動かしたいならあなた自身がやればいいじゃないですか。何？できればやっている。貴様に言われるまでもなくな。僕だってできるからやってるんじゃないんですよ。殴ったね、ブライト少尉。殴ってなぜ悪いか。貴様はいい、そうしてわめいていれば気分も晴れるんだからな。僕がそんなに安っぽい人間ですか。二度もぶった、親父にもぶたれたことないのに。それが甘ったれなんだ。殴られもせずに一人前になったやつがどこにいるものか。もうやらないからな。誰が二度とガンダムなんかに乗ってやるものか。アムロ、いい加減にしなさいよ。しっかりして、情けないこと言わないで。アムロ、今のままだったら貴様は虫けらだ。俺はそれだけの才能があればシャアを超えられるやつだと思っていたがな、残念だよ。シャア、アムロン、ガンダムに操縦マニュアルってあるんでしょ。私ガンダムに乗るわ。自分のやってきたことにうぬぼれられない人なんて嫌いよ。今日までホワイトベースを守ってきたのは自分だって言えない。アムロンなんて男じゃない。フラウボー、ガンダムの操縦は君には無理だよ。悔しいけど僕は男なんだな。アムロ、ブライトさんの声差し替えられてますね。まあでもね、そんなに違和感は、そんなにっていうかむしろ違和感自分としてはないっすね。まあユニコーンガンダム出た時に、まあ、ブライトさん声優変わったじゃないですか。っていうかまあ、あの、亡くなっちゃったんでしょうがないんですけど、まあ、別に全然、あ、普通だなっていう。お、ガンダム出てきた。ゲットゲージをな、貯めたいけどな。トップが 1,2,3,4,5,6 とガウ攻撃空母。でまたなんかちょっとした敵が出てくるんだよね多分。
いいね、これで勝てねば貴様は無能だ。来たな、アンノウン。お、これはこれはなんだっけ、ザクタンクか、普通の。じゃあ下の敵はちょっとアムロに任せよう。アムロも死ぬと終わりな人だな。ビームサーベルって届くの？あ、届くね。この程度の敵なら、ちょっと無駄になるかもしれないけど、ゲットゲージを貯められるだけ貯めてみるか。いやー無理そうだな、これ何匹倒すの？なんか全員倒してもたまらなそうだけどな。まあ、ゲームオーバーになるのだけはちょっと避けたいからね。1人3回か。これで本当にうーんっていう感じだな。なんか後輩だとかな、すぐ沈みそうだからな。ガンキャノンもちょっと減ってるしね。戦艦って回復できないんだっけ。攻撃しよう。まあいいか。さてここからてか、このフェニックスゼロがもうエネルギーがない。であと出れるのがサブフライトシステムやって、ジムを借り出して攻撃をすると。でビームスプレーガン、倒せる？倒せないか。まあこいつでビームライフルで倒して、こいつも帰還させよう。ザクタンクはね結構射程が長そうだからな。下の連中アムロに任せて大丈夫かな、死んだりしないかな。やだな。いや本当にね、 G ジェネはねもうセーブとねロードのね繰り返しっすよ。いやこれだけ早くてよかったな。でもローディングが早いっていうのはね、やっぱりめちゃくちゃ重要ですよね。上のやつに任せよう。いや待てよ、これはビームサーベルでそのまま行くか。ビームサーベルはコスパがいいんでね、コスパが命中率も高いし。あ、スーパークリティカルまだ出るんだ。食らうまで出る？もしかしてそんなすごいやつだったっけ。狙ってきたな。回避しよう一応。いいね、基本的にホワイトベース狙ってくるな。ビームサーベルと4800か。アムロってマスターユニットか、ハイパーバズーカ。え、結構減るね。18、ハイパーハンマーでも25も使うんだ。ハイパーバズーカ見たことないから見ればよかったかな。よし、ゲットゲージ、ゲットゲージをマジゲットだよ。4700、命中率的には 89% か。まあ普通に考えれば当たるからね。この戦いで決着をつける。言ってることはかっこいいな。このくらい、すげえかっこいいね。こいつこれ以上やらせるか。ガンダムめちゃくちゃかっこいいな。こういう時にねバルカンがあると助かるんだけどな。バルカンどっか行っちゃったかんね。反撃はしておくか。 60% か、結構かわせるね。いいね、どんどん出る流れ。回避していこう。よし、動いてこない。
助かる。それはうわエネルギー不足回避。うわ食らったか。クールダウン。こいつらも降りてきた。え一斉に来るかもしかして。うおガウも降りてきた。ガウ何積んでる。あこれ別なんだ。超一撃がないからな。そういえばザクタンク搭載してるのが見れるはずなんで。あドップか。ドップ正直いらないよね。それだったらさアムロの糧になってもらおう。12なんで、まあビームサービルが一番いいよね。こっちぶん殴って倒せるやつから倒していこう。よし超強気で超強気であれば。あてかマゼラトップはめちゃくちゃ弱いわ普通に。いやここでちょっとアムロのゲットゲージをマックスにしたいな。半分以上でも溜まったかなんだかんだで意外に溜まるね。いやこれは多分ここでガンダムが使えるようになるぞ。このままいけばあと何体クエストを達成しました。赤い彗星多分一気で何匹も倒すみたいな。でも 60-70% か。ここら辺のやつ取っておく。下の3機は絶対アムロに処理させよう。この2機どうすっかな、ま、ザクタンクは、ま、欲しいっちゃ欲しいからね。せっかく出てきたんだし。ギルコーヒーいけんの。いや無理だわ。あそうか動いた後も一応攻撃だけは選べるんだね。すげえ親切設計だな。ザクタンクちょっとほっとくか。危険な香りもあるけど、まあドップをぶっ倒しとくか。でこれ動けないんだよね。そう動けないから攻撃スプレーが当たらないね。フェニックスゼロだったらいけると。ビームライフルで倒しましょう。ザクタンクはもう次のターンだな。上昇幅がすごいね。あと上のドップをこいつらで処理させるか。しまったな体調機が上に行ったまんまだったな。ザクはマジどうしようもないなこれ。ホワイトベースをおとりに出すか。少しこれ今回複数ロックがない。あメガデショーあんじゃん。メガデショーぶち込んどこ。エリート兵回避いいね。反撃されなければまあ外れてもよしとできるからな。敵に乗せられるな。確実に仕留めていけ。かっこいいねやっぱり。敵の戦力がわからん。十分に警戒しろよ。え？あ、当たった。7200。やっぱ強えわ。残り3600か。フェニックスガンダムで倒せそうな気がするけどな。ちょっとやってみよう。一番攻撃力高いのはやっぱメガビームキャノンなんだよね。てか、射程外だし。このままメガビームキャノンで倒す。72%。いいね。でザクタンク回収と。まあしかも2人とも無力化できたんで。うんエネルギー上げていこう。少しでも攻撃ができるように。見た目はねこの子がいいけど上昇幅がなんか少ない気がするな。もともと強いから射撃176とか。お格闘センス。射撃の方が高いのに格闘センス覚えたよ。じゃあちょっと負担しよう。エネルギー不足なんで。これいいかな。未行動ユニット5か。こいつらか。1、2、3。
で4、あれもう一体いる、どっかにいないよね、え誰まあいいか。バルカン的なものがないからな。おーりゃあれ、クールダウンしたもしや。おー、クールダウンしてしまったか。来たね、シャア。ビームライフルを撃って減らしておこう。さすがに7200は当たらないと思うんだよね。よし、これでアムロに任せられんな。ザクワン、ザクワン最近壊れてもいいからな。2900とか支援使わないと無理だな。スプレーガンも入らないか。回避しよう、 50% 切るんで。いいね、ザク1体くらいちょっと倒さないと無理かな。でマスターユニットのね、回復していくっていうのがやっぱり使いやすいよな。ビームライフルでいこう。こいつ小賢しいと思う。逃すものか。いやガンダムの戦闘シーンほんといいな。いやここはちょっとガンダムマジで手に入れておきたいな。これさ、ホワイトベースでも捕獲できるの。できるわやった、いただきます。これドップはちょっと経験値にした方が良さそうだよね。フェニックスゼロもちょっと、ただエネルギーがなくなってきたな。ちょっと一回戦艦を動かしたいけど、ザクワンで、ザクマシンガンで支援が入らないか。隊長がいないと支援が入らないんだっけ。トルネードガンダム、基本的には敵は下から来るからな。下にしてビームライフルで、こいつ普通に倒せんのか。ザクワン、ザクワン、ザクマシンガン、支援とこいつでビームライフル、ちょっと2人でタコ殴りにするシーンを多分見てないんで、戦艦を絡めての戦闘は見たけど。本気で参ります、覚悟はよろしいですね。まあ1体ずつ攻撃するだけか。こいつは厳しいな、データが少なすぎる。何、あれトータル4ヒットマシンガンがいっぱい当たったのか。でここでビームライフル、さすがに支援かけられるか。あすげえな、メガビームキャノンがめちゃくちゃ届くわ。この子もな、別になって感じなんだよな。なんか魅力的なな、キャラクターが新キャラクターにはいないな俺の中では。既存キャラクターの方がみんないいね。攻撃できんの、ミサイルとか入る、いけ、ミサイルが入るわ支援え、マジでメガ粒子砲23000あればまあ大丈夫かな。ちょっと戦艦同士ってすごいね。敵に乗せられるな、確実に仕留めていけ。熱源来ます。余ったれるな、敵は余っちゃくれないんだぞ。怒られちゃってるよ。エースだかソースだか知らないが、そうとんがるなよ。皆さん攻撃開始です。どうしてもやるんだね。調子に乗るな。どっちかが外れた、あれが外れたのか。で
ちょっとエネルギーがないからな。帰ろう。でジム、ジムはまだいけんな。ザク、ザクもはちょっと人々が減ってるから帰還させよう。でエネルギー減ってるから帰還させるでしょ。トルネードガンダム超強気いけるかな。でガンダムをどうしようかね。これこっちいけないからね。ホワイトベースにくっつけるか。でそこから一応支援が打てるような感じにしておこう。出すだけ出して、よし OK。 でホワイトベース自体はちょっとここで待機と。来たね、ハイパーバズーカとザクバズーカ、この戦いか。モビルスーツめ、やるようになった。シャーカ、あれにやられるわけにはいかない。チャンスは最大限に生かす、それが私の主義だ。ジー、やれるとは言えないけど、やるしかないんだ。えい、半分は減らんか。回避しとこう。こっから狙えるんだ、ザクって。これさ、回避しても変わんなく、あ、変わってるか。エネルギーがなくなってきたな。ハイパーバズーカ一発打ち込んどくか。ちょっとテンション不足かな。攻撃してくんのか。ミサイル一斉射撃。トップ出てきたね。キャリーベースのレベル上げとく。多分これじゃ倒せないけど。対空4600。ザクだ、ザク、ザクの出番だ今度こそ。ドップはね、経験値になってもらおう。よしよしよし、こいつも。ほら、よし、あの3体をザクで倒そう。ということで、まずね、出撃してリーダー機がね、いた方がいいんだよね、多分。でこれはメガビームキャノンでピンポイントを狙うと。狙えないからここでピンポイントで支援かけて、誰、こいつか。1万7000はさすがに、おお、回避された。1万1000か。でここからザクを出す。で1体ずつ斧で狩る。斧持ってねえのかよ、ザクワンって。そういう、そうだったな。格闘か、ちょっと格闘さばきを見せてもらおう。むしろ格闘する方が大変だろ。サックルか。最短の方法であるのだ。戦場をかけるザクワンだな、これ。よし、レベルアップしたぜ。どうしようかな。これこそ攻撃力上げていった方がいいよね。後ろから行こう、後ろから。格闘。戦場をかけるザクワンの勇姿を見よう。データ補正よし。鉄器補足完了。食らえ。これドップも怖えよな。モビルスーツが体当たりしてくるんだよ。しかもさ、コックピット直撃だし。ほんとうわーって感じだよな。感情に左右されてしまっては勝てるものは勝てないよ。いやでも戦闘すげえサクサクいくわ。よし、ユニットレベルアップ3まで来てる。3まで。キャラクターレベルもアップ。だな。
5800、これをどうしようかな。ガンダムだよガンダム、ちょ待ってガンダム、まず一つここまでやって、グループ攻撃で1体ずつやればさすがに死なないでしょう。じゃみんな頼むよ。3800回避すると本当はシャアに当てたかったのにな。アムロのテンションどれくらい ?270 か。とりあえずビームサーベルでこのドップをぶっ倒しとこう。4100、4800当たるテンション上がったけど、ちょっとガンキャノンのビームライフルで一発当てとくか。4100、いや倒したかもね。ビームサーベルと4500か、倒せなかったね。危ない危ない。もう一回動ける。いやゲットゲージあとちょっとだ。これ多分ザクかどっちか倒せばいけんな。てか下のドップを倒せばいけるから、シャア専用ザクはちょっと経験値になってもらおう。ジムの経験値になってもらいたいけど、まずはまたちょっとこれを動かして、でできればグループ攻撃したいけどできない。回答できる、回答できないね。向き変えらんないか。ミサイル指定射撃で当たればもう多分沈むんだよね。違う当てて一発当てれば沈められるから、これをジムに任せよう。でスプレーガンでピンポイントパワー7000って77% か。いただくぞ。こんな戦い誰も望んでいないのに。バカな、この私が。あれガルマ倒したら終わりとかそんなないよねあれどうだったっけ、チェックしてなかったな。撤退するって言ってみんな撤退するとか。あ大丈夫そうかな。よしジムが4レベルになった。いやーいいね。でザクだな。そうするとまずこいつでビームライフルを打ち込むと、クリティカルが出た。ははは。あそうか、クステンションめっちゃ高いんだ。そうするとやっぱりじゃあコアファイターに任せた方が良さそうだな。これは対空ミサイルでいいでしょう。さすがに7500は当たらないから、よしこれをアムロで仕留めるとビームサーベルが打てない誤算ばっかりだな俺と戦術も大したことねえなこれいやでも絶対あとドップ2体いるから、ドップ2体倒せばさすがに大丈夫だよ。そこは大丈夫でしょう。ビームサーベルでシャアをぶん殴って支援かけよう。ジムビームスプレーガンでも支援かけよう。でビームライフル OK、 シャアをタコ殴りにする。私の力でも必要としてくれる人がいるから、いくよ、私の本気を見せてあげる。ブルードガンダムも2番目だな、かっこいいからな。気に入らんな。てか一発外した？2ヒットしかしてない。ああ、ジム外したのか。よし、エリスクロード。そしてトルネードもレベルアップ。エネミティクリア。
て、あとはちょっとガンダムに任せたいね。ここでしくじりたくないんで、またセーブをかけましょう。いや、これ見積もり不足だったら最悪だからな。まあ、ありえるっちゃありえるからね。数値的なものが出てないんで、そこが不安なんですよね。数値があればもう余裕で計算できるんでいいんですけど、いかんせん数値がないっていう。新たな地だよ開始点、もう一踏ん張りしてくれ。これも怖いから回避しておこう。でビームサーベルでまずこっちぶん殴って倒すでしょ。おお、止まった。生産登録いいね。いくら一年戦争の英雄。あれガンキャノン、ここ穴だな。一応このポップミサイルみたいなの当てとこう。で最後どうしようかな。ザク届かないよね。届かないか、こいつはここでいいや。ジムもまあ4あればいいと思うんだけどな。まあとりあえず倒しておこうか。ビームサーベル、あなたの腕では勝ち目がないというのに。いや、やっぱりね、ジムを生産できることによって連邦軍のね戦力は大幅にアップしたからね。意外に金が入らないんだな1万6000円か、これ全部で。1万6000のクリアボーナスが5000、2万円。あー、エースポイントとか全然使ってねえな、そういえば。これどうやって使うんだっけ。おー、やったー、ガンダム。あとガンダムがいくらか。ガウ、ガウはでも作らないな。お、キャラクターリスト、シャア、アムロ、ガルマ。じゃあちょっと見ていきましょう、ここら辺のものを。まず捕獲で、ザクタンク一応確保しておこう。まだ機体の枠はいっぱいあるからね。で、ユニット管理で、じゃなくてユニット管理じゃなくてグループ編成からね、もう見てた方が楽なんですよね。で、フェニックスゼロを、フェニックスガンダムできますね。攻撃力190、190、190とか。めちゃくちゃ強えな。まあ、フェニックスガンダム作りますか。4万円。ガンダム2万円か。意外に安い。で、こいつも開発していこうかな。フェニックスガンダムがどういう生産プランになってるか。5レベル。5レベルでこれなんだ本当にわからないな。フェザーファンネルとかあんのか。いや、やっぱりね、ここら辺の機体がね、最初からあるっていうところがね、あれですよね。トルネードガンダムはまだ3レベルと。ん？開発。フェニックスゼロ。ああ、5レベルで一気にフェニックスガンダムまで持ってけんのか。ザクは？なんだこれ？ザク1スナイパータイプか。ザク2。これ何？ガトル。いたな、こんなミサイル撃つだけのやつ。4になるとまた何かあるから、ちょっとザクはもう1レベル上げましょう。ジム、ジムはどう？開発。あー、5で何かあるね。陸戦型ジム、初期型ジムなんてあるんだ。ジム回、5レベルまでちょっと上げたいな。そうするとどうしようかな。これだけの戦力が整ってるとね、ちょっと強いかなっていうのもあるんですけど、あるんですけど、また次のね、ステージがどれだけ難しいかっていうのもあるんで、そうですね、まあ、とりあえず一旦これで、終了して、まあ、もしかしたらちょっとね、お金とか貯めて、チーム2を作れるように、しておくかもしれないです。というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。